かわいいだって。服、今日の服はこんな感じ。結構ガーリーじゃない今日。なんか結構襟が大きいね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、ちょっと。ごめんみんな、これ見えてんのかな。見えてる？聞こえてんのかな。戻ってる？あ、戻った、よかった。今日はこれワンピースね。だからもう下ももう全部ワンピース。今日はさ、ちょっとさ、可愛い系だからさ、うん、もうね、足までちゃんとあるワンピースなんだけど、こういうのってさ、ツインテールとかした方が可愛い説ある。いや、そんなことないわ、普通になんかキモかった。いや、ツインテールしない方がいい。今日はね、ほんとに顔めっちゃブスなの。ほんとにブス、今日って思わなかった？じゃあこの髪に別に。今日はちょっと朝起きた時から顔がなんかいつもと違うなって思って。え、なんか今日いつもと顔違うよね。なんか違くない？どう、みんな的にどう？なんか違うよね。なんだろう、なんかアイラインがいつもと違うよね。でもそういうのじゃなくて、なんか元の顔がなんか違う。メールまだ来ないね。だってやっぱ無理だったかな。私ちょっと今日メールにちょっと、まあ、ちょっと際どい、ちょっと際どいなみたいな写真送ったのね。いやこれいけるかみたいなの送ったの。やっぱ無理だよね。いつもと同じに見える。あ、ほんと？じゃあ一回気にしなくて。今日めっちゃブス、個人的に。歌唱力決定戦見たよ、ひなこ審査員に高評価だって。え、ほんとに？昨日の2通目もちょっと際どくなかった。確かにあれはいけたんだね。ね、私昨日歌唱力見てないんだよね、自分の。私自分の歌唱力見てなくて、てか見たいんだけど、そう昨日見てないのね。でなんかどうやって見ようと思って見てないんだよね。見たいけど、そうで2日目のだったんですけど、予選12位。なんか気づいたら、そう、私ちょっと怖かったからリアルタイムで見るのが。そう、12位で、予選の2日目の予選がね、12位で、え？みたいな、嘘でしょって思って。そんななんかなんか素敵な順位よ。12位ってね、すごい方だよね。自分で言うのもちもちだけど、すごい
なんか嬉しいって思っちゃった。え？私が？みたいな。だってあの時すっごいネガティブだったの。なんかその時風邪っていうかさ、その体調悪っていうの全然良くなかったの、不調だったの。なんかもう声も喉もなんかちょい痛いし、鼻水めっちゃ出るし、鼻声だし、耳なんかこっち痛いしで、すごい不調なね。でマネージャーさんに、私も声やばくないですかって言って、私がやばいっすねみたいな言われて、もうやだ、これこんな声で出たくないですとかめっちゃネガティブなこと言ってて、まあ出ますけどとか言って、で結局取って、もう最悪って思って、自分でも納得いってなかったから、もうやばすぎると思って、でもう終わりました、最悪です、もう帰りたいですとかずっと言ってて、でもあれが流れるって考えたら本当にやばいって思ってたらね。だって鼻声じゃなかったですか、めっちゃ聞いてないから分かんないけど、でもだから12位めっちゃ嬉しかったです。調子良ければ優勝見えた、あ、見えてないです。調子良くても見えてないです。そう、本当はね受ける予定じゃなくって、そう挑戦しようかなって思ってたけど、なんかうーんって感じだったんですけど、お代理にね、なんか日向子の何だったっけ、なんか日向子のなんかいい、なんか日向子いいから受けた方がいいよみたいな言われたんだよね、小田さんに。出た方がいいよ、日向子の歌いいからって言われました。歌う時緊張した、だって、いや緊張も何もなんかもう、はあ、なんでこのなんでこんな声で歌う、なんでこの声、なんで鼻声なの自分っていう気持ちで歌ってた、なんかもうやばすぎて、なんかもうやだって思ってた、なんでなんなのみたいな。そうね、 STU のね方ね、すごかったね。なんかもう知ってる人がたくさん言ってたよ、アクターズの人、なんだっけ、ちょっと調べよう。決勝、審査員の方に好評だったみたいな、そのなんか言ってた、あ、なんか言ってたんですか、私本当見てなくて、で知りたいんだけどさ、見てないからさ、待って、そのさ、その見たいんだけどさ、あ、これだこれだ、決勝に行った人で知ってるのは池田ちゃん、池田ちゃん、 STU の STU の池田ちゃんと STU の岡村梨央ちゃん、岡田あずみちゃん、峰吉ありさ、すごい、アクターズ1,2,3,4も出てますよ、しかもめっちゃ上位、やっぱすごいね。多分今もお歌のレッスンを受けてると思うんですけど、アクターズの先生うまいんですよ、くるくる、くるくるさん、私くるくるさんとは被ってないかも、ごめんなさい、私かぶってるのはね、岡村梨央ちゃん、岡田あずみちゃん、ありちゃんです。梨央ちゃんはね、
村リオちゃんはもうめっちゃ被ってるな、めっちゃ被ってるな。リオちゃんめっちゃ、リオちゃんはちっちゃい頃、私ね中学生とかだったかなの時にね被ってましたね。岡田あずみちゃんとも被ってたと思う。さっきひなこの話してたよ。だって誰が、りょうちゃん仲良かったんだよ。仲良かった、なんか今仲悪いみたいな。そうでもね話してないからね、連絡先とか知らないんだけど、りょうちゃんはね、りょうちゃんがちっちゃい頃すごい話してました。そう、アリサはもう友達です。アリサはもうね、アリサはもうなんかもう双子ナースとかしちゃってるからね、ちっちゃい頃から。あら、これ私多分小6とかだよ、小6小5とか幼かわいい。うん、そうね。まあ池田ちゃんはちょっとかぶってないか。岡田あずみちゃん、ありちゃん、岡村梨央ちゃんとかぶってたな。ドクターズスクール。これはねだいぶ前に私ツイッターに載せてるので、あさって見てください。めっちゃ前ですけど、めちゃめちゃ前ですけど。髪型ねちょんまりしてるのよ、かわいいでしょ。あなたとしま懐かしい。アクタージュのアクタージュアクターズの話をするひなことか、確かに珍しいかもね。あんましたことないっけ、最初のもしてたっけな。桜坂の谷口ちゃんの動画に先生を映ってる。そう、私もねお世話になっている先生でした。だいぶもうめちゃくちゃお世話になっている先生です。私も見た愛理ちゃんの動画、久しぶりに愛理ちゃんの顔見たけど、めっちゃ眉かわいい。でもちっちゃい頃から本当にかわいい、うん、なんか天使ですよね。クリス先生ね。てか、てか本当にメール届かなかった。やっぱダメだったですか。ちょっと気ばどすぎました。あんま良くなかったかな。いやサンタさんじゃないんだよね。確かにこれは良くないかなって思ったんだけど、なんか今日顔違くない、なんか今日なんかやだ、なんか一部数なんだ、なんかが違うんだな。明日もオンライン話し会です。
明日3部4部行くよだって。待ってまーす。今のキモすぎる言い方。ぜひたくさん会いに来てね、みんなも。今日ですね、オンライン話し会してて、そのある男性の方が来て、ちょっとその人の真似するね。じゃあまあ普通にさやるじゃん。そしたらさ、こんにちはみたいな、こんにちは、あ、こんにちはみたいなするじゃないですか。挨拶するじゃん。でね、最近切り抜きすごいっすねみたいな言われて、切り抜き見てますみたいな言われて、そう、なんか切り抜きすごいねみたいな、切り抜きめっちゃ見てるよみたいな、ね、たくさん来られたんですけど、その中でも一番すごかったのがこの方なんですけど、なんか話していいか分かんないけど話したよね。で、なんかそんなに時間あるのか、なんかね、長かったね。なんか切り抜きすごいねみたいな言われて、もう大爆笑ね、その時点で。私で、何を見たんですかって聞いたの。そしたら、いやいや決まってるでしょみたいな、でも何見たか教えてくれないの。でも、いや分かってるでしょ、決まってるでしょみたいな言われて、いや分かんないよって言ったんだけど、いや決まってるでしょみたいな言われて、なんかもう面白くて、私ずっと笑っててさ。で、なんか何好きなのみたいな、ああいうの好きなのみたいな、そういうテープみたいな言われて、なんか、あ、面白い人来たなって思って、なんかいや、あれね、なんかこれからも続いてほしいよねって言われました。これからも続いてほしいよね、いけるみたいないけるって悩ねん、いけるって悩ねん、なんかプロデューサーみたいな、これからも続いてほしいよね、いけるみたいな言われて大爆笑。そしたら切れました、プチッてて面白すぎないか、さすがにいける。そう、なんか真剣にだよ、こんな感じで。なんか、いや、あれね、続きどうしようね、いけるみたいな感じで言われて、もう大爆笑だよね。いけるって聞かれて答えんかったの。え、てかもう笑いが止まらなくて、そんないけるって言われてさ、笑わない人いる？しかも向こうは笑ってないの。なんかマジ、なんか真顔、真剣な顔、ね、今見てるのかな、この配信も。なんかいけるみたいな、こんな感じ、マジこの顔、いけるこれ。ひなこ的な切り抜き返してくれる人はどうなの。え、嬉しいですよ、そりゃ。だってもうほら2000人も見てきてますから、前より増えた気がしますよ。真剣だった。なんか多分ノリとかじゃないと思うね、あの人は、あの方は、あのお客様は。なんかね、ぱっと見何歳くらい、失礼やん、全然違ったら。急に近づきましたって、ありがとうございます。ってか、なんか初めて来た方で、誰のファンの方かわかんないんですけど、なんかね、ノリじゃなかったね。でも切り抜きすごいねみたいな感じ
マジで似てるよこの真似。ちょっとあれね、続いてほしいよね。言える？で手こうね、なんか机にこうやって置いたよ、なんか裁判官みたいな。裁判官こんなしないか、言えるみたいな感じ。あれね、続いてほしいよね、言える？じゃあもっと声低かったな。あれね、続いてほしいよね、言える？こんな感じ。大爆笑で、私めっちゃ大爆笑してんだけど、ずっと大爆笑してたんだけど、その方はマジマガ、なんか何がおもろいみたいな顔された。今日の話し会ね、なんか何がおもろい、なんでこの人笑ってるみたいな顔された。めっちゃ真剣だった。なんか今考えたら申し訳ないな、私だけ大爆笑して。言える？いけるってなんやねんって思わん？いける？いけるって何？何？いけるって、なんかプロデューサーみたいだったね。あれね、続いてほしいよね、いけるみたいな。笑わん人おる？だって真剣なんだよこの顔、マジ真顔。なんか忘れられないな。明日も来たらどうする？まず昨日の返事ですが、いけます。面白かった、すっごい面白かった。なんかあ、すごい、なんかそれほど真剣に考えてくれてるんだなっていう。すごいお方でしたね。はい、切り抜き見ましたって人多いですよ最近ね。まあ、でも私の切り抜きってね、どうせね変なのしかないでしょうね。まあめっちゃ久しぶりにショールームインストールしたらって、私のために？なわけないか。切り抜き向けを宣伝しておくと使われるかも。お話し会も来てくださいねとか、お話し会も来てくださいね、切り抜き勢の方。こんばんは、切り抜き見てきました、初めましてだって。何見たんですか？サンタさん？ハロウィン？それとも、私サンタさんとハロウィンしか知らないな。俺たちリアルタイム派だって。素敵。今このリアルタイムってことでしょ。
なこちゃん発言もちょいちょいヒヤヒヤさね。ね、私も自分で思ってる。あ、ちょっと今からヒヤヒヤ。今私やなんかヤバそうって思う時ある。冬になるとち、そんなのも出てるの？待って、ちょっと待って、カチ？冷え性ですか？はい、冷え性です。暑がりだし冷え性です。嘘でしょ。なんかあれ変なこと言った？いや変なこと言ったわ私それ。別に何も言ってないよね。そうなんだみたいな。てかそうなんだっていう反応が良くないよね。私やばいやつよ。反省、ちょっと反省。でも みんなが悪いやん。ごめん、みんなのせいにして。私の方が悪いかも。コメント読むわ。変なこと言ってない、言ってないよね。そこは見る側の想像力の問題です。だってじゃあ変態の人はそうなるってことね。縮こむのはリアクションくらい。そうか、首の話でしょ。お稲荷さんは食べるの好きなの？あ、好きです。え、あの食べ物のやつでしょ。あの油揚げのやつでしょ。美味しいじゃん。私高級な、ちょっと普通の、違う、普通のと違う。え、違う違う、みんな違う違う違う、聞いて聞いて。あの違う聞いて。なんかじゃあ聞いて、食べ物以外なんかやないよ。やないんだけどさ、一回聞いて一回聞いて、落ち着いて。なんか何なのみんな。じゃあ一回聞いて。え、何、なんか変なこと言っちゃないよ。え、ちょっと待って、一回聞いて。私の話一回聞いて。落ち着いて。一回聞いて。私の体験、違う、体験じゃない、経験話一回聞いて。普通に、違う、おすすめの、違う、一回聞いて一回聞いて。ね、やだみんな、なんで笑うの。え、違う、みんながなんか笑ってるから、でも笑ってないし、ね、しかもってコメントおもろい。普通に違う一回聞いて。私のいた。じゃあ一回聞いてください。分かった。じゃあ笑わないから聞いてっかい。違う。え？なんなん？
なのみんな、やだやだ、何これ、やだ。じゃあ普通聞いて、一回聞いて。私あの私ちっちゃい頃からいなり寿司が好きなんですね。で、で今も好きなんですけど、今も好きでよく食べるんですけど、スーパーに行った時に普通のさ、いなり寿司あるじゃない、普通の。でも私はちょっと高級なお稲荷さんがあって、高級なお稲荷さんがあるんです。高級なね、だからちょっと、多分ちょっと高級ね。だから普通の高級、普通のお稲荷さんとは違って、高級なお稲荷さんがあるんです。だからもう油味がなんかもうめっちゃ美味しいの。高級なって普通のとどう違うの？なんか普通の、なんかだからさ、え、みんな何？え、違う違う、ちょっと待って、違う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 、あのえ、違う、なんで私笑ってんだろうね、私がおかしいのか。そう、私でそのスーパーね、よく行くんですね。でそれで、まあよくは行かないけど、まあでもよく行くんですけど、そのね、普通のと違うの。だからさ、普通のはさ、なんかさ、普通のは、だから普通のと油揚げが違うの、味が。なんかもう違うの、高級な方が違うの。と私その高級なお稲荷さんが美味しすぎて、で何個か入ってるのね、その何個か入ってて、でもめっちゃミニサイズなの、大きさは。そう、おい、あのちっちゃいけど高級みたいな。ちっちゃいちっちゃいけど、だからさ、そう、ちっちゃいの。で私それがすっごい好きで、なんかね、よくそのスーパーに行ったら絶対買う、それ。そう、小さいのに高級なんですよ。食べやすいです。いや、もうよ、それスーパー行ったら絶対買う。一口サイズかな、私二口かな。でもすごいいいお稲荷さんなんですよ、お稲荷寿司なんですよ。だからこれをみんなに、え、写真あるかな、なんかす、なんかなんて調べたらいいんだろう。いや、イオン、いや、イオンとかじゃない、え、ちょ、なんて調べたらいいんだ、高級って調べよう。でみんなはね、笑わないで。ちょっと待って、多分なんか、そう、いや、ちょっと出てこないかな、なんか名前が知らないからな。でも普通のお稲荷さんとは違うの、私はその高級な方が大好き。
だからみんなにもして、ね、紹介したいんだけど、なんていうのかわかんないな。でも普通の夫は全然違う。そう、スーパーに行ったら買っちゃうんだよね。食べやすいしね。普通のやつとどう違うの？なんかまずもう形が違うよね。そのてかもう油揚げから味が違う。うわ、この油揚げ絶対高いやんみたいな、高級やんみたいな。スーパーの名前が分かんないんだよね。なんだっけな、あれ。でもどこにあるとは言えないんだけど、スーパーの名前は別に多分言えるんだけど、なんだっけな。でもめっちゃ美味しいの。そう、染み込んでてね。どこにでもあると思うけど、そんななんかめっちゃどこにでもあるってわけじゃないんじゃない？いや、ちょ、わかんないな。いや、わかんない、マジで。でもすごいおすすめです。美味しいよ。私は行ったら毎回買う。はあ、面白かった。面白い、本当に。もう今ので面白い、無理。どこだっけな、あれ。全然記憶にないし。でもみんなにおすすめしたいから言ってみた。監視員待機やって。なんでなんで、なんか別に変なこと言ってない。お願いします、監視員さん。変なこと言ってないですよ、私。今日のメイク可愛いなって。本当に今日のメイクめっちゃ変。なんかブス。でもみんなにおすすめできてよかったです。みんながちゃんと聞いてくれて。監視員の方もね、ぜひ食べ、そのピアス可愛いだって。じゃーん、ハートです。そうだよ。ウインナー嫌いですか？あ、最近食べてないですね、ウインナー。でも私ね、ウインナー焼くときさ、なんかさ、パチンパチンってなるじゃん。あ、痛くない？スーパーの名前が分かれば食べたかった。うわー、なんだっけな。次ネイルいつ帰る？まだね、まだ全然伸びてないから、もうちょっと先かも。2月とか。はあ、今ので体力使った。
インナーに切れ目入れると跳ねない。あ、そうなんだ。じゃあこれからそうしよう。なんか痛い。うん、すごい跳ねるやん、パチ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 。え、だってなっちゃうよ。今も可愛いけど黒のスカルプネイル可愛かったね。え、私もあれ好き。もう一回やりたいからもう一回しようか。ちょっと面白いですね。ちょっと、はい、ちょっと面白いです。指長いですね。どこかですか。私指めっちゃ短いよ、特に小指とかね。ウインナーとソーセージの違い、え、私も気になる。誰か教えて。髪はずっとロングなんですか。そうですね、だから短いのが似合わない。昨日配信した、そう昨日配信できてないんですよね。これってもしかして切り抜かれる。え、でもさ、切り抜かれないよね、さすがに。え、その変なこと言ってないよね。言ってないよね。言ってないのに。そうですよね。私は何も悪くないです。そうだ、なんか今さ、ドライグって今やってるよね。ドライグ、あ、チオリとコラボしたかった。でもチオリはコラボして今ダメだ、してないでしょ配信。
ドライグマダー、ドライグ、なんかドライグっていうアプリがある、あって HAB のね。ね、千織さんとコラボした、何してんだろう千織さん、いつ出てんの千織さんって、何してんの本当に。電話してみようかな、でも千織さんと配信したら絶対やばいな。千織さんは何してんだ今。聞いてみる。こんな先輩に電話かけようとするクソガキがいます。電話しちゃおう。とつる、出ないな。出なかったです。大迷惑すぎないか、私クソガキで。てか千織さんさ、今あれじゃなかった、塩リンゴはダメでした。あ、忙しそう、中3今日。ね、待って待って、ね、ドライグすごい、なんか、なんか面白い、なにこれ、みんな私なんかやばい、私ドライグわかんない、マジどうしつ、なにこれ面白い、なにこれ、ね、ドライグちょっとわかんない、待って待って、なんかみんな、ちょっと待って待って待って、ちょっとちょっと、すみませんって送る、すみませんって送った。あの皆さん、ドライグ今や、ね、ちょっと私本当にやばい、ゲーム、皆さんドライグなんか CM、CM が、ちょっとなんかドライグでなんかね、会話できるんですよ私たち。知ってた？ギルドチャットってやつで会話できるらしいんですけど、なんかやばい。私本当にちょっと教えてもらいたい、さすがに。
皆さんドライブっていうアプリを入れていただいて、そしたらギルドチャットっていうのでお話ができるんですけど、私よく分かってなくて、でもこれ頑張ったら CM のチャンスがつかめるんですよ。みんなで頑張ったら、でも私ちょっと分かってなくてですね、あまり。ゲームやると何があるの？だってゲームやると倒すのかな。でも私もね、何回かやったんだよね。ほら、ギルドメンバーですって。でもなんかそう、あ、私が強くならないといけない、やってみようかな。だってぜひやって、ぜひ。ほら、今日からリーグ戦始まってるんだって。もうどうしよう、何も本当になんか自分が嫌になっちゃう。そう、 CM 争奪、出演権争奪バトルで上位7名に選ばれたらドライグの新作テレビ CM に出演っていうあれなんですけど、これはあれなんですかね。ちょっと毎日エールしてるよ、だって。ちょっと一回ね、そうだから皆さんぜひ、皆さんぜひ入れて、私の私も本当に詳しく分かってなくて。でもみんなぜひ、私も CM ね、出たい、とりあえず入れて、チアレターどうやって送るの？本当にもう、やヒーナ応援隊。あ、私がつけて名前やん。ドライグに詳しい方に聞きたい、今は何をすればいいのでしょう。だって私も聞きたい。ひなこめちゃめちゃ、私はどうしたらいいの。私はとりあえず進めればいいってこと、クエストを。それ違う。ぜひ私ヒーナ応援隊に入ってください。はい、入るとかそういう感じかちょっとわかんない。とりあえずすみませんって送った。チアレターを奥原さん送ってくださいって。もう入れませんだって。入れないです。ごめんなさい、もう。ごめんなさい、本当に。何も知らなくて。私本当に。チアレターは私に。チアレターを送ると私が強くなるんだって。じゃあチアレターをぜひ私に送ってください。ギルチャで聞いてみたら、だって何を聞けば、どうやって聞けばいいんだ。私何をしたらいいの。あー、私は
何をしたらいいですか。こうやってさ、まあ、とりあえずなんか「すいませんすいません」って置くとこ教えてもらいます。電話来た？だって、いや千織気づかないな。千織忙しいかもしれない。私今ストーリー、インスタのストーリーで質問募集をしてるので、ぜひみんな質問送ってね。できるだけ答えます。子供に構ってる暇ないか。それはそう。こんなクソガキね。私クソガキだからね。切り抜きから来ましただって。嬉しい。切り抜きから来てくれる方本当に多い。サブマス？サブマス？サブマスってどうやってそれやるんですか。やばい、何もわかんないじゃん。本当にやだ。なんかもう自分が嫌ね。そのサブマスってやつもどうやって決めるか分かんない。やばすぎる。明日お話し会よろしくですだって。明日もお話し会、そう明日お話し会ですからね。皆さんいろんなこと話しましょうね。キルドメニュー、幹部任命、誰でもいいんですかこれ。え、これこの中だったら誰でもいいの。一番レベルが高い方とか関係ありますか。はい、決めました。山田京香ちゃんが強いんだって。ちなみに私はあと iPad 8% しかない。ピッペポー、はい、テテテテトゥドゥドゥドゥ、次はテスト、明後日です。テスト勉強ね、大変なんだよ。なかなかね、難しいんですよ、大学のテストって。最近ね、今何時？ 11 時。じゃあ残り 3% になったらさすがにランキング読もう。明日配信する？だって。配信する。明日も配信する。
髪の毛暗くしなきゃな。明日はあの話か。3部と4部近い顔。顔近い。口の色ない。口の色なくない。そう、私ね、口の横にほくろできたの。見えないね。こことかここにほくろあるんだけど、いや見えないな。これ見えない。私なんか気づいたらほくろでしてた。ここにも。ちっちゃいやつだよ。ここ。これ。見えないわ。直接見たらわかるかも。顔丸くないか。さすがになんかドアップすぎておもろいね。顔かわいすぎる。だって嬉しい。その一言だけで生きていけそう。ほっぺムニムニした。だってに色ない。顔丸いの嫌。ちょっとあんまり今日めちゃブスなんですけど、コンディションが良くないのかな。あんまり良くないかも。今めっちゃ電波悪い。もしかしてめっちゃ電波悪い。やばい。ちょっと待って、一回さ、ちょ、こっちでやろう。最初からなっちゃった。え、待って、最初からなっちゃった。だとしたら順位やばくない？順位変わってるってこと？
そんなことない？順位変わってるって。じゃあみんな待って待って、やだ、それはやばいやばい。じゃあ自分が何位だったか覚えてますか？その人を読みたい。じゃあこの今違うんだ、10位 WY さんとかさ、3位ヘヨキリンさんとかさ、全部違うの。覚えてる方、だってちょっとやばくないですか、さすがに。深刻性はずい。でも誰も復讐してないですよ。誰か奇跡的に復讐してたみたいな方います？本当にすいません、私のあのおばが本当にすいません、バカで。復讐してたよって方いますか？本当にごめんなさい。誰か画面録画してれば。だってめっちゃ美人だって、嬉しい。顔近くてごめんなさい。20分前のスクショ、20分前でもいいんじゃない？だって20分前でもいいの？変わってるのよくない？そんなことない？ちょっと失敗。今日は男女読みしなければいいんじゃない？こうやってさ、男女読みってさ、でもさっきの方たちはさ、どうしたらいいの？明日、そういうのもおかしい？でも明日する、明日改めてさ、の頭おかしい。ちょっと昨日のランキングを今日読みたいと思いますって言って明日ランキング読むのちょっとおかしい。23時15分のうっすらスクショタイマーにインスタに送ってみて、ありがとうございます。代わりにスクショタイム。だって口のいらないな。ちょっと明日、いや、ちょっと今これ携帯で配信してて、そう、だからちょっと DM 見れないんですけど、今明日読みますね。昨日のランキング見ますって。本当にすいません。反省します。今送ってみたら見づらいと思うけど、ごめんね。インスタで見たときわかりにくい。全然。ありがとうございます。優しい世界。でもね、この携帯の充電ももうそろそろね、
からそろそろランキング読もうかな。トゥルトゥ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 じゃあ今日はランキングを読みやめて明日しますね。今日のことはテスト終わってないよまだ。明後日ある。そうなんかこの間木曜日で全部テスト終わると思ったらまだだった。じゃあ今日はランキング読まないんだった。この後はお風呂に入っていろいろやることをやりたいと思います。明日同じような時間です。みんなも早くお眠りください。ということで見に来てくださってありがとうございます。ごめんなさい本当にランキングの方、明日読みたいと思います。じゃあねバイバイ、またね、おやすみ。